日本東京都江東区佐賀佐賀は東京都江東区の町名。現行行政地名は佐賀1丁目及び佐賀2丁目。郵便番号は135-0031。江東区西部に位置し、深川地域に属する。北で成長、東で福住、南で栄体、西で隅田川をまたいで中央区新川、日本橋函崎町、北西の河川上の一点で、 中央区日本橋中津と接する。水利に恵まれており、住宅地と倉庫とで大半を占める。一丁目に雑穀省が多く、東京の雑穀取引の中心地である。隅田川の東岸にあたり、南北を永代通りと仙台堀川に挟まれ、東側には大島川西支線が流れる。江戸時代には近畿の主力であった星下の荷揚げ場が置かれていた。 また、新選組参謀、伊藤記根太郎が道場主を務めた北新一刀流剣術伊藤道場も中川町に構えられていた。江東串良川一丁目にある深川江戸資料館では、江戸時代末期、天保年間頃の深川佐賀町の町並みが、想定復元され常設展示されている。元禄八年の県地五湖の地形が、非全国相模賀港に似ているために名付けられたと伝わる。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内の地下に東京メトロ、半蔵門線が通るが駅は設置されていない。最寄り駅は東京メトロ、半蔵門線、都営地下鉄大江戸線清澄白川駅、または水天宮前駅である。食料ビルディング。 ありがとうございます。